はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではミニマリストの持たない暮らし、暮らしを変える10のヒントということで取材していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで改めまして自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、ミニマリストひとみです。訪問とオンラインで皆様の片付けをサポートしております。あとミニマリストライフも Twitter や YouTube などで発信しております。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、もうひとみさんとは結構長い付き合いで何度か取材させていただいたりとか、はい、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いろいろ片付けもね、先日お邪魔させていただいて、いろいろちょっと関わりが深いんですけども、そんなひとみさんに聞きたいのは、この前ここのお部屋に来た時から、だいぶちょっと月日も経ったりとか、生活変わったりとかしたのかなと思って、ちょっといろいろ聞いていこうかなというふうに思います。で、まず一つ目の質問なんですけども、今まで多分いろんなものを手放してきたと思うんですけど、これやりすぎたなと、調子に乗って手放したものってありますかっていうことなんですけど、どうですか？調子乗って手放したものは本当にそれこそ何回も言ってるのがガスっていうのが一番そうなんですけど、調子乗ってガス飛びちゃったっていうのは本当に良かったなっていうのが。なるほど、ガスね。そうですね、はい、これ期間ってどの時期からどの時期にガス飛んでたって？なんか4月ぐらいから9月か10月ぐらいまで飛べてて、若干寒い時期かいてるんですよね。あ、はいはいはい。で、もう寒さに我慢できなくて、あ、そうです、もうさすがにと。なるほど、これが一番の後悔、ガス。そうですね、はい、物とかでは特にないですか、後悔したこととか。物とかで、そう、私あんまり手放して後悔したことがほぼほぼないんですよ ね。で、逆に一個だけ言うと、なんか受験の時のノートでもちょっと手放したんですね。私としては別にもう使い終わったからいらないなっていうことで手放したんですよ。ただ後で受験生の子とかに聞かれて、それでもし私が持ってたらそれあげられたのにな、みたいな。そっか、そうですね、誰かの助けになれたかなっていう。そうなんですよ、そこだけちょっともったいなかったなみたいなのがあるんですけど、あとはもう本当に一個も後悔しないっていう。なるほどね。それこそ本当に一番最初ひとみさんにインタビューした時とかも聞いたかもしれないですけど、昔ってどんだけ物があったんですか？もともとここに住んでたんでしたっけ？いや、もともと実家に住んでて、実家に、ね、実家の自分の部屋に多分今持ってるものの4倍か5倍ぐらいはあったと思います。それでも、私は高校1年生の時から物を捨て始めた、本格的にって感じなので、この見てらっしゃる方とか以上に物がまだ溜まってない状態から減らし出したから。そっかそっか、だからそこまでザ・お部屋みたいな感じではなく、ちょっと物が多いかなぐらいで、で物減らし始めたっていう感じで。そうなんですよ。で、ちなみにひとみさんって整理収納アドバイザーっていつぐらいに取ったんでしたっけ？が、大学の3年生。あ、これはなんで取ろうと思ったんですか？これはそれこそ片付けを仕事にしたいって思ったから。あ、なるほど。で、なんか就活の時期じゃないですか、大学3年生って。それやってて、自分に就活とか就職して組織の中で動くっていうのが合わないなっていうのが思ったのと、自分のやりたい仕事したいなっていうので片付け資格取りました。そうですね。あ、それこそこの前オンラインセミナーかなんかやった時に、整理収納アドバイザーの方から何名か参加していただいて質問が来たんですけど、はい、いわゆるその整理収納アドバイザーの資格取りましたと、はい、お仕事につなげる上でなんか工夫とかってあったりとかするんですか？やったこととか。なんか正直資格って関係ないなってそこで思ったところがあって、なんですね、なんか資格持ってるのは一つのなんかステータスみたいなけれども、また資格を一級を取る前から、もう片付けアドバイザー、整理収納アドバイザーを名乗っちゃいけなかったけど、片付けアドバイザーとか言って、それでも仕事が来たから、なるほど、資格とそれはまた別かなっていうところで、なんかそのビジネスのコミュニティに入ってたことがあるんですけど、そこで宣伝できた商品っていうのと、本当に質のいい商品だったら宣伝できた商品の方が売れちゃうよっていうのがあるらしいから、だからこそツイッターやるとか、まあ、YouTube やるとか、とにかくなんかそういう発信の仕方の方が重要だなって思います。確かにそうですね。だから、今例えその整理収納アドバイザーじゃなくても、他の資格でもなんかそのなんかいろいろ名乗って、で知ってもらうと、自分の存在とか仕事をで集客につなげてお仕事やっていけば全然できるよと。そうです、いうことですね。最初は大学生ミニマリストっていう風につけたら、なんかおって興味持ってもらえるかなっていう風にやってたんですね。だけど途中から、なんかそれだと今度大学生って言って舐められるんじゃないかなと思って外してみたりしたんですけど、なんかそういうやつもビジネスのコミュニティで習ったので、なんかビジネスのなんかそういうやつ一個なんかやってみるのは一つありかなと思います。本当に仕事とは何ぞやとか、どうすれば集客につながるのかみたいな勉強するっていうのは大事かもしれないですね。ですね。それこそ本当にね、当初大学生ミニマリストって名乗ってましたけど、片付けアドバイザーとかね、整理収納アドバイザーっていう風になんか徐々にネーミング変わってたと。ちょこちょこ変わってます。でも本当そういうなんか失敗とかね、学びを経て今のひとみさんが作られてるってわけですもんね。そんな感じです。はい、っていうところなので、ぜひね、今後自分でビジネス始めたい方はそんな風にやってみてほしいなと思います。ということで、全くもう物は手放して後悔したものはないと。ないです。はい、ありがとうございます。
で続いて2つ目の質問に参りたいと思います。2つ目は、捨てると運気が上がると思うものってありますか？はい、運気が上がるなと思うのは、なんかこう見るからに負のオーラ放ってる系のもので、それがどういう系のものかっていうと、うん、やらなきゃいけないなってずっと思ってるけどほったらかしのものですね。例えば、あ、これなんかそろそろ直さなきゃいけないなとか、うん、これそろそろ期限が来そうだなとかっていうもの、うん、でもそれってよくよく考えてみればやらなくてもいいはずのものもあると思うんですよ、うん、確かに。そう、例えばあの行った先で見たのが、うん、なんかこのちょっと余ったノートの端っこちょっとビリビリして取っとくのっていう方とか、はいはいはい、でもそれって別にやらなくてもいいことじゃないですかみたいな、うん、もちろんもったいないで使った方がいいです。でもそれのためになんか毎日、あ、やんなきゃ、あ、やんなきゃって通るために思うぐらいだったら捨てちゃった方がいいかなっていうふうに思います。確かに、そう、日々の日常でね、タスクがもう毎回毎回その頭の中でよぎるみたいな、ね、すごくもったいないと思うし、あとは僕自身お部屋の片付けしてて思ったら、あの食材の賞味期限とかね、 ありすぎて食材が気にしすぎるっていうのもなんか無駄だなって思ったりとかね。そうだったら買いすぎるなよって思ったりとか、まあ捨てるのはちょっともったいないかもしれないけど、まあ、なるべくも買わない生活にシフトした方がいいとかですね。だからやらなきゃいけないっていう負のオーラを放ってるものは極力減らしていくと、もう買わないっていうのが大事だと、はい、いうことでありがとうございます。で続いて3つ目の質問なんですけども、少ないもので暮らすコツっていうのはあるのかっていう、コツっていうのが、私正直性格なんですよ、少ないもので今暮らせてるのって、うん、物いらないなっていう感じだし、面倒くさがりだから、こう、うん、いっぱい物があってちゃんと置くのっていう表じゃなくって、うん、もう知らん、とりあえず置いとくみたいな感じのタイプなんですね、うんうん、はい、っていう私としては性格ですってしか言えないんですけど、うん、それをもとにその整理収納アドバイザーとしていろんな人に思うものは、一回その誰かにインスピレーションもらって、あ、これってなしでもいける人がいるんだなっていうのを知る、で実際自分でやってみるっていうのがコツなんじゃないかなと思います、うん、なるほどね。だからそれこそ YouTube で見て、なんか例えばこれ捨てましたっていう動画見たりとか、そうです、そうです、これ捨てても大丈夫な人がいるんだみたいな、あ、そうです、そうです、で学んでやってみるみたいな、そうです、結構おすすめっていうことですね。そうです、はい。で実際になんかひとみさんとかもそれでなんか捨てたものとかもあったりとかするんですか？あ、なんかありましたね、はい、あのユシャンとかはそれこそそうですね、なんかシャンプーとかは別にない方がいいよみたいな、なくてもできる人がいるよっていうのとかは、うん、確かにね、あ、そうなのみたいな、うん、で逆にシャンプーするとハゲるよみたいな説があるらしくって、はいはい、うん、なんか強すぎて薬剤が、うん、そういうのでやめてみたら逆に髪が生き生きしているみたいなところがあったりして、うん、結構ありますよね。それこそ油シャンもそうだし、もう洗剤使わんっていう人もいるし、そうです、そうです、そう、仙人さんとか、あ、ね、そう美容師の方、そう、美容師の方、仙人さんがね、短眠で1日1食で、で界面活性剤使わないみたいな、で油シャンしてるっていうのは僕も影響を受けて、で実際そういう風にやってる人がいるとね、やっぱ影響を受けますもんね、少なからず、ね、っていうところで、皆さんもちょっと少ないもので暮らしている人のなんか意見とか考えとかに触れるっていうのは大事とですね、はい、これが少ないもので暮らすコツっていうことですね、はい、はい、ありがとうございます。続いての質問は、ひとみさんが最近やめてよかったことはありますか？はい、やめてよかったことは、うん、それこそさっきの話とちょっと似てるんですけど、うん、やらなきゃいけないことよりもやりたいことを優先するっていうところです。例えばじゃあひとみさんにとってやりたくないことって、なんか例えばどういうことだったんですか？動画編集したくないんですよ。動画編集したくないです。あ、動画編集ね、はいはいはい、そう、動画編集したくなくて、今それをたまたまなんか片付け先の方が、あのひとみさんの動画編集したいですって言ってくださっている方がいたので、それでちょっと変わっていただいてたりするんですね。なるほどね、っていうのがあるけれども、それでも貯めてた動画のストックが多すぎて自分でもやらなきゃって思ってるんですよ、はいはいはい、でもそれって考えてみれば別にあの誰かに言われているわけではないし、その自分が好きでやっていることだから、やらなくてもいいことではあるとか、本を図書館から借りてて読まなきゃ読まなきゃみたいな、でもそれも別に一回返してもいいわけだから、確かに、っていうよりも今めちゃくちゃアニメが見たい時期なんですよ。うん、そうなんですね、はいはい、でアニメ見てみたっていう、そういうのをちょっとやってみたんですね、はいはいはい、そしたら逆にすっごいアニメから学べるし、なんか逆に心の中がすっきりしたっていう感じです。なるほどね。だからもう本当に僕も編集嫌いで今で全部外注してるんですけど、そうですよね、そう、嫌いなものをねなるべく取り除いて、でしかもやりたいこととかをやっていくと、それこそ心が満たされるみたいなですね。やらされてるとね、やっぱりその学びもないし、そう本とか読むにしてもね、ひとみさんは漫画とかアニメかな、アニメです、はい、アニメを見て学びを得たというところがすごい大きいっていうことですね。そうです。ただあれですね、
ね、絶対的にやらなきゃいけないことってあるじゃないですか、うん、それこそ今の私だったら卒業論文とかなんですけど、はいはいはい、とか会社の何かとかきっとあると思うんですよ、うん、とか手続きとか、はいはいはい、そういうのは別にやらなくていいって言ってるわけじゃなくて、うん、それは逆に早くやった方がいいと思います。あ、先回しでね。そうです、先回しでやって、うん、でもそのやらなきゃいけないと思い込んでいるものってあるじゃないですか、うん、そっちはやらない方がいいですよっていう意味なので、なるほどね、そこは誤解しないようにお願いします。そうですね、そこ結構重要ですね。重要です、はい、ありがとうございます。ということで続いての質問に移りたいと思うんですけども、はい、最近買って良かったもの、増やして良かったもの、変えたことなどはありますか？はい、っていう質問で一回悩んだんですよ、はいはいはい、正直。っていうのは私は本当に物を買わなさすぎて、うん、買うのがめんどくさいので。あ、なるほど、はい、だから今、竹内さんに前に来ていただいてから今までで買ったもの2つしかありません。お、全然じゃあ買ってないですね。買ってないです、はい、1個がワイヤレスイヤホン、もう1個がお財布です。なるほどなるほど。ワイヤレスイヤホンはなんで買ったんですか？ワイヤレスイヤホンはイヤホンが刺すタイプ、耳に引っ掛けるタイプじゃないと私無理なタイプで、突っ込む方だとなんかこう圧迫感があって嫌だみたいな感じで、アップルのあれにもともと箱に入ってたやつだったんですけど、なんかこうカチ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 言うようになって、なんか使えなくなってきた、壊れてきたっていうのと、あと歩きながらたまに聞いてる時あるんですけど、そういう時とかになんかポンポン当たってこうカチカチ、あ、そうなんですよ、なんかそれが嫌だったので買ってみたらすごい快適になったっていう感じです。ちなみにどういうのを買ったんですか？お見せします。はい、ぜひぜひ。じゃん、あ、これ見たことある。はい、これなんか耳の形のような。そうです、これをなんかこう、ここにこうやって引っ掛けるみたいな。え、これ音楽聞けるんですか？聞きますよ。これのこう外に漏れないですか？外に多分漏れないです。なんかここにスピーカーがあって、ここの先端から音が出ますよみたいな、はい、なるほどね。しかもこれ置くだけで充電されるみたいな。でもこれそんなに性能いいやつではないんで、なんかここにここにこうやってここに刺して置かなきゃいけないやつです。で充電されると。そうです。あとこっちにも充電できて、これがモバイルバッテリーも兼ねるっていう点もミニマリスト的に嬉しいなっていう。確かに確かに、そういうことですね。そういうことです。でなんかあの AirPods みたいな、その耳の中に入れるのはやっぱ苦手っていうところで、そう、なんか圧迫感で周囲の音が聞こえなくなっちゃうんですよ。あ、それが嫌で。確かにね、はい、なるほど。あえてこういうワイヤレスイヤホンを選んだということ で、 そうです。実際買ってみてどうでしたか？買ってみて快適です。はい、ということでありがとうございます。であともう一個、お財布。お財布です。はい、じゃん、はい、これもすごいコンパクトですね。どういう理由で買ったんですか？もともと使ってるやつがそれもボロくなったってだけなんですけど。あ、なるほど、はい、でじゃあ実際もともと使ってたのが折りたたみ式のお札が3枚になっちゃうタイプのやつ、はいはいはい、で小銭入れついてるよみたいなやつが分厚くて分厚くて。あ、なるほど。でもただちっちゃいカバンで過ごす時があったので、なんかこんぐらいの長財布は入らなかったんですよ、はいはいはい、それでコンパクトにしたんですけど、でももっとなんか私カードを本当にほぼほぼ持たないので、ね、5枚ぐらいしかコンパクトっすもんね、はい、入れないから、それだったらこれで良くないっていう結論になって、はい、もう持ち運びも楽になったみたいな。とおすすめですよ、この薄さ、ね、いやめちゃくちゃ薄いしいいなと思って。え、ちなみに、まあ、それでこそ、まあ、ここ数ヶ月とかで2個のアイテムしか新しく新調してないってことですけど、なんか買うってなった時 の、 なんかそのアイテム選びのなんかポイントとかってあったりとかをするんですか？は本当に快適かどうか、それこそいちいちもう一回買いに行くのってめんどくさいからっていう発想にはなっちゃうんですけど、はい、でも実際何回も買うのはもったいないし、安いものでやってみて結局ダメだったからもう一回買いますってなったらむしろ損じゃないですか、もっとお金かかるから。だからこそ本当によくよく考えて買うっていうところです。そうですね、よく考えてじっくり考えて物を買うと、そうすればもうここ数ヶ月で2個しか買わなくなるから物も増えないしっていうところで、うん、単純にめんどくさがりですけど、まあ、でも本当にね、あの一個一個がすごいなんか質がいいものになってきますよね、自分のお気に入りのものというか。そうだと思います。めんどくさがりな人ほどミニマリスト向いてるかもしれない。向いてると思います。はい、ありがとうございます。ということで続いての質問は、ひとみさんがなんか物を減らすことで、あとなんかやめたこととか行動習慣とかいろいろ減らしていって、なんかそれで得られたこと、まあ、メリットみたいなことってありますか？メリットは時間が得られました。本当に時間が得られました、はい、なんか例えば時間にもいろんな種類があるじゃないですか、 なんかそれこそなんだろうな、探し物とかなんか家事をする時間とか、 なんかどういう部分ですごい時間ができたなっていうのがなんかあったりとかしますか？両方っていうか全体的にですね、家事するのも例えばここにもうかけるよっていうのが全部決まってるから、あ、はいはいはい、だからこそもう迷わないし、いちいち枚数も少ないから、うん、毎日楽だしっていう家事の面もそう、うん、で家もちっちゃいから、特にお掃除のご依頼を、片付けと掃除違うんですけど、でも受ける時もあるんですよ、はいはいはい、でなんかやってみると、いやここの人絶対大変だろうなって思うんですよ。あのこんなに広かったら、うん、これで1日日が暮れちゃうよみたいな思うんですよ。確かにね、だからなんて私は楽なんだろうってそこで実感したり、やっぱその整理士のアドバイザーで行った先と自分の家比較したって、本当にこんだけ物があったらその掃除
除機かけるにも、はい、いちいちこうやってどかしてやらなきゃいけないって絶対時間がもったいないなって思うし、う、ね、とか、はい、探し物もいらない、物を買いに行く時間もいらないとか、スマホのアプリも少ないし、うん、データも少ないから、うん、いちいち容量のためにこうやって消したりとかもしれないし、はい、うん、本当にそういうの周りの人見てて自分と比較してこれは私は楽だって思います、はい、ね、時間的な余裕がねできるっていう、いやでも本当思います、僕自身もお部屋の片付けしてて、いやそれはこんだけ物多かったらそう絶対暮らし面倒だろうっていう、ですよ、ね、片付けたくもならないみたいな、あ、そうですよね、そうだからまあ余計汚くなるっていう意味で、まあ、さっきも言いましたが面倒くさがりな人ほど間違いなく物は絶対減らした方がいい、減らした方がいいです、はい、結果実感が生まれるということですね、はい、ありがとうございます、はい、続いて聞きたいのは、まあいろいろその部屋の片付けとかね、あのしてきたと思うんですけど、今すぐ捨てた方がいいものってありますか？今すぐ捨てた方がいいものは、はい、その試供品、ずっと使ってない試供品とかはそれこそ今すぐ捨てた方がいいんじゃないかって、こうパッと思いつく具体的なものです。増やすいですもんね、試供品ってね。そうですよね、しかも残すっていう、そう、それずっと使ってないってことは使いたくないんでしょっていう風に、うん、あの解釈できるので、まあ確かに、もう固定のものがすでにあったりとかね、うん、そうです、そうです、そうで、実際旅とかも使わないことがほとんどですもんね。もちろん使う方はいいですけど、ほとんど使わないっていう。そう、なので今日そのもらった日に使わなかったらもう使わないでしょっていう、うん、それも一応いつかやらなきゃいけないなっていうことではあるから、さっきの話とちょっとつながるんですけど、はいはいはい、なんでとにかくいつかやらなきゃでやってないものを一回手放したらすっきりしますよって感じです。あ、なるほどねそうね、あの実際あともう一つひとみさんに聞こうと思ったのは、片付けをする上でなんかどういう風な、なんかその意識で一緒に片付けるのかっていうのはあったりとかはするんですか？私がそのご依頼者さんにってことですよね。私が心がけてるのは、でもその人にとって何が幸せかっていうところと、うん、なんかその人をどう言葉で言ったらちょっと暮らしが楽になるかなっていう、うん、なんか私的なゴールはその見えてるわけで、はい、こういうものは少なく減らして、うん、こういうものは取っといた方がいいっていう明確なあれがあって、うん、でもご依頼者の方はそこは見えてないから、その道をこう誘導したいなっていうふうに思ってるんですよ。だからうまくこっちの方に思えるように、うん、なんかお話聞いて、それだったらこういう風に考えてみたらどうですかねみたいな感じで、ね、できるだけこっちに行きましょうねみたいな。そう、でも似てるかもしれない、やっぱ り, っぱり、はい、ひとみさんもそのお客さん の, その未来のこととか幸せを考えて、で大体ひとみさんの中でもなんかこれはなくてもいい、これはあった方がいいかもしれないみたいな、ある程度の基準があって、だからちょっと誘導させてあげるというか気づかせてあげるみたいな。そうです、そう、だからもし視聴者さんが一人でやるにしても、なんか自分の幸せって何なんだろうって考えて、そこに向かってなんか片付けをしてというか、まあ、いるものいらないもの線引きしていくのはいいかもしれないですね。ですね。で、とりあえず試供品はいらないものは捨てましょうと。いらないものは捨てましょう。はい、ということでありがとうございます。続いてちょっとお金面なんですけども、ひとみさんが思うなんか無駄な支出というか、なんかお金の使い方でこだわりってあったりとかはしますか？お金の使い方のこだわりは100円って大きいですよっていう感じ、ね、それは何でですか？100円を10回重ねたら1000円になりますみたいな、そういう話で、100円を3ヶ月続けたら1万円になりますみたいな。塵も積もればっていうことですか？そうです、それをめちゃくちゃ実感してるタイプなので、なるほどね。だからまあ100円とはいえ、まあ、甘く見ずに貯金しましょうというか、節約をしていきましょうみたいな感じですか？そうです。ただ、はい、使うときはドカンと使うっていうのは竹内さんも結構似てると思うんですけど、まあ、確かにそう、意外にねそう、あの締めるところはキュッと締めるけど、使うところは思いっきりガンと使うっていう。そう、ひとみさんもそんな感じ？そんな感じで、例えばそれこそビジネスのコミュニティに誘っていただいたときにドカンってそれこそ入会金みたいなのを払ったりとか、あと目の手術をしてて、レーシックあの1個進んだ、多分ミニマリストシブさんもやってるやつ、 ICL っていう、インなんとかコンタクトレンズ、目の中にコンタクトレンズ入れますよね、はいはいはい、もうやってるので、そういうのも結構お金かかったんですけど、なるほどドカーンみたいな感じです。そういうことですね、まあ、いわゆる、まあ、自己投資だったりとか、そうです、まあ、時間を生むための投資だったりとかにはもうとことんお金を使って、でひとみさんさっきもねちょっと別動画撮りましたけど、月8万円ぐらいでね暮らしてるっていうこと、生活費はもう最低限にするみたいな感じでやってると。そうです、いうことですね。2つ目が、できるだけ買い切りにするっていうことです。買い切りっていうのはつまりどういうことですか？ローンみたいな感じで月々やるタイプとか、 はいはい、あとはなんか毎月通ってくださいねっていうタイプのクリニックとか、そういうのはあまりやめた方がいいと思ってて、はい、逆に買い切り、もう1回やったら終わりですよっていうのをできるだけ探すようにしてます。なるほどね、やっぱり継続するとお金も出てくし。そうです、なんか特に携帯電話の販売員やってて思うのは、オプションとかつけてずっとほったらかして毎月200円とか損してますよっていうのはちょっと思ったりするので。確かに多いですよね。僕もなるべくそれ入れたくないけど、なんか
かそのサービスとしていや2ヶ月目からあのお客さん手続きしてもらえれば無料ですからねっていう文句で言われちゃうといやまあいらないけどなって思ってするけどでもそれでやっちゃう人いるじゃないですか。そうなんですね。で2ヶ月目は忘れてるみたいな。まあこれあんまり声大にしていないですけど、まあ、テクニックですもんねそれね。テクニックみたいです。そうあれって断れないんですかやっぱり。断れますよ全然。断ってもいいと思うんですけど、でもなんかオプションなんか特典サービスみたいな逆に受けられなくなるみたいな。なんかああそうですそうです。ですよね、うん、だからまあちょっと若干損するかもしれないけどでもほったらかしにするよりはいいかもねっていう話、うん、そうですそうです。私本当にそのサービスいりますかっていう話になるので。うん確かに、うん、でもひとみさんあんまり言えないですもんね。言えないです、ね、会社の利益を背く感じだからまあでもお客さん立場からしてみたらもうそういうのやめた方がいいよと。あそうですね。ねそれこそ手数料だったりとか無駄なオプションとかはなるべく削るみたいなそうですのが大事ということですね、はい、ありがとうございます、はい。で続いてひとみさんへの質問は絶対にこれだけは捨てられないというものはありますか。絶対にこれだけは捨てられないっていうのがあの実行委員の時のハッピーです。おハッピー。大学の時の実行委員のハッピー。あそうです。大学の文化祭の実行委員をしてて、でその時に、うん、あの来てたハッピー、うん、ハッピーがもうトレンドマークみたいな感じでその人たちに憧れて入ったみたいなところがあるんですよ、ねはいはい、っていうのとあとそのお祭りのその時期にずっとそれ着てやった思い出とか、はいはいはい、あとそこにみんなでメッセージ書いたりとか。あ、なるほどね。で、あと自分があの最後の年にデザインしたものがハッピーになったりしたのでそういうのもいろんなものがあって。なるほど。 どうしても捨てられる。もう大好きなんですよ。はいはいはい。あ、でもいいですね。まだ卒業してないし。そう。そう、その大学の中の一番の思い出みたいな。そう。感じですね。本当に一回捨てようと思ったんですよ。やっぱミニマリストだから。なるほどね。そう、申し訳ないけど思ったんですよ。はいはい、でもいやどうしてもこれ形で残したいって思って写真で撮るとかも無理でした。ああ、そうなんですね。もうそれだけはもう捨てられないと。でしかもあれですもんね、ひとみさんにとっての憧れの存在の、まあ、真似でというか受け入れてそういうことをし始めたし、で実際やってみていろんな学びもあってっていうところでそれだけは捨てられないと。本当に知らないです。はい、いうことで実際僕自身は逆です。なんか大学の時のなんか僕も作ったんですよ。野球部総部したりとかしてユニフォーム、そう自分のデザインで作って、もう速攻捨てましたからね、そうでもなんか頭の中にあればいいなってやっぱその先週のとかミニマリストのまあ考えにまあ遵守したというか、まあ、でもやっぱり思い出の価値ってね、人それぞれ違うというか重みも違うから。いやこんなに思ってると思わなかった。捨てて。でもそれぐらいの大事な思い出があるってめちゃくちゃ幸せですよね。うん、そうかもしれない。ある意味僕自身は、まあ、めちゃくちゃ幸せだったけど、でもやっぱりなんかもっと多分ねその先の未来でなんかそういうのがあればいいなと思って今探してる途中だから、うんうん、それが一個大学の時に見つけられたっていうのはすごい素敵なことですね。それぐらいの思い出を作るっていうのはすごく今後も大事かもしれない。僕は思いました。はい。ありがとうございます。ということで最後ですね、ひとみさんに聞きたいのはこれからの目標です。もうじき23で大学卒業、はい、はい、ということでなんか今後の社会人、まあもう社会人みたいなもんですけど、そうですね、1年間そんなもんですね、はい、今後の目標をちょっと聞いて終わろうと思います。はい、はい、目標はなんか趣味を仕事にしていきたいなって、趣味イコール仕事にしていきたいなっていう感じです。投資の方の動画でも若干かぶるっちゃかぶるんですけど、うん、なんていうんですかね、お金のために働くとかじゃなくて、うん、本当にやりたいことをこう見つけて、うん、それだけやって楽しんでいきたいなっていう感じなんですよね。だからなんかやらなきゃじゃなくてやりたいっていう動く人生。最近もそれこそ片付けだけじゃなくてなぜか他の仕事が舞い込んできて、片付けの延長で経理やってみてくださいとか、家庭教師してください、スマホパソコン教えてくださいとか、メンタルコーチしてくださいとか、そういうのが結構増えてきたので、そういうところもちょっと手を伸ばしつつ、でも本業は片付けにおいてっていう感じで、なんか好きなことをいろいろやってみたいなって思ってます。ということですね。でも若いうちにそういう経験ができるっていうのはね、今後の30、40代ですごい生きてくると思うから。で、ひとみさんもとにかく好きなことをやっていくと、はい、ということで、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも参考にしてみてほしいなと思います。ということで本日もひとみさんありがとうございました。ありがとうございました。Let's be honest for a second.